さあ攻守方向変わりまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。攻撃権は佐藤建設、ボールオン相手陣49ヤードからセカンドダウン3の状況で試合再開となります。ナイスラン、ファーストラン。ここでクォーターバック7番パスを投じると右にロールアウトして、そこからディフェンスの判断を見ましてスクランブル、勢いに乗りましてそのまま右オープン駆け上がり、攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、見事な判断で攻撃権更新を果たしましたのは佐藤建設スタンディングベアーズクォーターバック7番の井上。小林さんはそうですね、今チームの状況、オフェンスは非常にリズムよく展開されております。佐藤建設のオフェンスに注目しましょう。佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣44ヤード。さあここでランプレーが出ます。ランニバック20番ハンドオフを受けまして右オフタックルを突破、タックル受けましたが約7ヤードゲインを果たしています。ランニバック20番は井上正樹です。佐藤建設相手陣38ヤードからセカンドダウン4。さあ今度も中央へのプレー、今度は9番にボールを託しまして中央突破を図ります。しかし翔英もディフェンス集まりよく、ゲインは1ヤードにとどまっております。小上様、コメントを読んでいただいてありがとうございますというメッセージ、ありがとう、私も非常に嬉しく思います。できる限り選手の皆様にそのエールが届くようメッセージをこれからもお願い申し上げます。さあ佐藤建設サードオン3、パス不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙わんとするロングパスを投じました。ターゲットは87番、しかしディフェンスのカバーもありまして、このパス不成功と終わっております。フォースダウンに変わります。失礼しました。IA さんは宮下選手ですね、20番の井上選手ではなく先ほどの26番の宮下選手であったというメッセージをいただいております。大変失礼いたしました。さあフォースダウン、ギャンブルに入ります。パス不成功。ここで7番左に展開したワイドレシーバー19番にパスを投じましたが、19番これをキャッチできず、パス不成功となり4回目の攻撃失敗、攻守交代となります。攻撃権変わりまして、今度は翔英の攻撃に変わります。もがいさんは確かに宮下選手のラン非常に光っておりますが、残り時間を考えてそのランプレーの機会が非常に難しい状況にもなっております。攻守変わりまして翔英の攻撃、ボロン自陣37ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック2番右に流れてワイドレシーバー0番にパスを投じましたが、このパスは不成功。翔英セカンドダウンに変わります。 IA 様、佐藤建設頑張りのメッセージ、チームに伝わることを期待しましょう。
選手たちはまだ勝利を信じて奮闘しております。勝負へセカンドダウン10。まだ行っている。止まるか。ビッグゲインファースター。何枠29番、ハンドオフを受けまして32番ハンドオフを受けまして中央突破、そこから左オープンへ一気に独走状態で走りまして大きくゲインファースター。見事なランを展開しましたのは昭栄ブラザーズ32番の野田。一気に佐藤陣深い位置まで前進しましての攻撃権更新です。昭栄相手陣22ヤードからファーストダウン10。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー。ここでパスを投じると見せ、その裏をつくようにランプレーを投入しました。カウンターとなりましてランニングバック14番、一気に相手ディフェンスの隙間を縫って攻撃権更新です。昭栄ブラザーズファースター。見事なランをしましたのはランニングバック14番の橋本でした。昭栄相手陣12ヤードからファーストダウン10。さあ昭栄はランプレーを続けます。ランニングバック29番、ハンドオフを受けまして左オープンへのスピードの乗ったアウトサイドゾーン、これは佐藤建設のパシュートかないましてゲイン3ヤードに留めております。キャリア29番は柏原。パス不成功。ここでクォーターバック2番、一気にエンドゾーンめがけてパスを投じました。しかしこれは佐藤建設カバーよくパス不成功に終わっております。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。チャット内のメッセージありがとうございます。アイエ様、翔太さん、パシュートエグ、そうですね、ディフェンス側の選手、翔太選手というのがちょっと今パッと思いつかないので申し訳ございませんが、佐藤建設ディフェンス陣、この不利な状況ですが素晴らしいパシュート、つまり追いかけですね。これを絶えず行っていることによって翔栄に食いついているという感が見受けられます。最上様、野田選手、先ほどの翔栄のランニング枠ですね、第一クォーターから飛ばしているという印象を受けるということですが、翔栄の方も確かに今シーズン、昨シーズン逃した X2 昇格のビッグチャンスとなります。このシーズン一つ一つの一戦にかける意気込みが大きく違っていると思われます。さあ試合再開となります。昭栄相手陣9ヤードからサードダウン7。あ、溝口選手ですね。確かに先ほどから非常に素晴らしい活躍を見せています。これは佐藤建設ナイスディフェンス。中央へのランプレーによって相手を、ここで翔栄は突破を図らんとしましたが、10番凄まじいチャージかけましてこのランプレーを阻止しております。翔栄をフォースダウンに追い込みました。素晴らしいチャージしましたのはラインバッカー10番の西田。
ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクです。現在残り時間5分となりました状況でウォーターブレイクが入っております。得点差は現時点で、得点は現時点翔英16点、佐藤建設6点とその差10点変わらずというところではありますが、佐藤建設この状況しかし何とか覆さんと現在ディフェンス奮闘しております。翔英何とかここは立ち直りによりまして試合を消したいという思いでありますが、この攻防非常に注目のところではあります。最上さんは溝口選手、昨年の関西ディビジョン2のベストイレブンに選ばれた選手なんですね。確かに非常にスピーディーでディフェンスラインとは思えない素晴らしいパシュートを見せておりますし、そのタックル能力非常に高いものを感じます。この試合でも大きく活躍していると私も見ております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。翔英フォースダウンイレブンフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは27ヤード。このキックは失敗。翔英結果的にこのシリーズ無得点という形で終わりました。佐藤建設この攻撃をしのぎまして反撃の攻撃権を得ます。ヒュー様もメッセージありがとうございます。7番の井上、7番翔英の7番の、しました失礼しました、佐藤建設の7番、そして20番の井上選手はこれは兄弟なのですね。兄弟としてこの社会人佐藤建設を支える形で今回参戦していたこと、非常に心強い話でもあります。佐藤建設ファーストダウン10、さあこのパスはどうなるか、パス不成功の判定。ターゲット15番にめがけてパスを投じましたが、15番、わずかにショートしたこのパスを拾うことはできませんでした。セカンドダウンに変わります。なんとかこのディフェンス踏ん張りましたシリーズ攻撃得点に結びつけたい。ボールオンは自陣20ヤード佐藤建設セカンドダウン10。パス成功、ナイスキャッチ、ファーストダウン。クォーターバック7番果敢にもパスを投じ、ワイドレシーバー13番これを見事にキャッチして攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン、見事なパスを投じましたのはクォーターバック7番の井上、取りましたのはワイドレシーバー13番のアイオイ。片谷大阪公立大学、そして片谷大阪市立大学、校名変わりましたがその兄弟、その同じ母体にあります大学のそのコンビネーションがここで光りました。さあここでクォーターバック7番自らキープ、プレッシャーをかいくぐり左オープンにスクランブルを敢行しました。外へ出ましたのでここで一旦時計止まります。約ゲインは8ヤードとなっています。時間をできるだけ確保する素晴らしい判断のスクランブルでした。クォーターバック7番は井上。佐藤建設セカンドダウン2、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック7番今度は左に展開した13番へのクイックパス、これを13番見事にキャッチし、そこから外へ出まして時間を確保し攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、ここで井上アイオイのコンビネーションによって攻撃権前進を図っております。佐藤建設相手陣43ヤードからファースターダウン10。
さあパスの判定は、パス不成功の判定です。今度は右に流れてワイドレシーバー15番にパスを投じましたが、このパスはキャッチできませんでした。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。佐藤建設セカンドダウン10、ボールオンは相手陣43ヤード。パス不成功。パス攻撃を続けます。クォーターバック7番。しかしここはディフェンスのカバーよくパスを投げ捨てました。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。さあサードダウン10突破なるでしょうか。佐藤建設ボールオンは相手陣43ヤード。ここでランプレー投入。中央突破により攻撃権更新を図りましたが、ここでホイッスル。佐藤建設ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。この距離をランに湧く91番芝の突破力によって一気に陣地、攻撃権更新を図りましたが、現在フォースダウン残り3ヤードの状況となっております。さあここへ来て井上のパス攻撃により状況打開を図ってまいりました。佐藤建設相手陣入ったところで得点を狙わんとする位置におりますが、しかしフォースダウン最後の1回の攻撃になっております。さあこのタイムアウトでどのような策を練ったでしょうか。佐藤建設フォースダウン3ギャンブル。ナイスラン、ファースター。クォーターバック7番、ここでパスカバーを見てスクランブル。これが好判断となり攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。ここでボールをスパイクしました。パス失敗としまして時計を止めます。佐藤建設、10点差を取り返すためには得点を上げる機会を少なくとも2回作らなければいけません。できる限り時間を確保せんと、この時間ハリーアップオフェンスを展開しています。佐藤建設セカンドダウン10、パス成功、ナイスキャッチ、ファーストダウン。ファイドレシーバー19番、これを見事キャッチ、タックル受けましたが外へ出まして時間を確保します。攻撃権更新ファースター。見事なキャッチをしましたが佐藤建設19番の近藤。佐藤建設相手陣19ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。これは翔英の26番ナイスカバー。一気にエンドゾーンを落とさんとするロングパスを投じましたが、これを空中戦の勝負、佐藤翔英が見事に仕留めまして、このパス不成功としています。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。レフェリータイムアウト、この荒々しさも含めましてアメリカンフットボールの魅力と申し上げさせていただきます。
この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの共同企画として実現しております。画面上にありますさまざまな企業様、そして、個人様のも、こちらの企画へのご同意、そしてご賛同ありまして、この企画は実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も申し込みを受け付けております。この YouTube にもその説明概要欄に申し込み書となりますショッピングカートがの URL がございますので、その企画にご賛同くださいます方、ぜひご協力お願い申し上げます。現在試合は残り時間2分17秒の状況で、佐藤建設相手陣19ヤードからセカンドダウン10。さあパスは通ってる、まだ出ます、ナイスキャッチ、ファスター、クォーターバック7番左に展開したワイドレシーバー19番にパス、19番キャッチし、そこからタックル受けながら見事粘りをして攻撃権更新です。佐藤建設ファスター、さあ再び時計は回りますが、相手陣8ヤードからの攻撃に佐藤建設入ります。佐藤建設ファースト2ゴール。ここでランプレーを挟みました。何枠9番ハンドオフから左オープンにスピードに乗って展開、しかしゲインはほとんどなくセカンドダウンに変わります。翔英もここは譲っておりません。残り時間は1分34秒となっています。佐藤建設セカンドダウン2ゴール、残り9ヤード。パス不成功。クォーターバック7番左側にいたワイドレシーバー19番にパスを投じましたが、わずかにオーバースロー、サードダウンに変わります。佐藤建設サードダウン2ゴール、残り9ヤード。ここは翔英のディフェンスが踏ん張る。中央にランプレーを投入しましたが、これは翔英88番タックルしまして、ゲインなくフォースダウンと変わります。タックルしましたのは翔英ブレザーズ88番の春口。さあ佐藤建設フォースダウンギャンブル、タッチダウン。ここで右奥に走り込んだワイドレシーバー13番にクォーターバック7番パス、13番ディフェンス振り切り、そのままキャッチしました、エンドゾーン、タッチダウン。佐藤建設6点獲得。さあそしてトライフォーポイントに入ります。ここでホイッスル、佐藤建設ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。小上様ナイスのメッセージ、 IA 様もナイスのメッセージありがとうございます。非常に素晴らしいタッチダウンパスでした。そしてこのトライフォーポイントの状況で現在佐藤建設タイムアウトを取っております。さあキックではなく2点を狙いに行く形を選択しました。佐藤建設2ポイントコンバージョン、
これは翔英ディフェンスが勝ちました。2ポイント失敗、6点止まり。佐藤建設、ここは同点とはせず、勝利を狙うため2ポイントコンバージョンを選択しました。しかしこれは翔英のディフェンスが踏ん張りまして6点止まりという形になっております。佐藤建設12点、翔英ブレザーズ6点、その差6点です。結果的にこの試合を佐藤建設勝つためには残り時間55秒でタッチダウンを上げることが必要となりました。さあ、そしてこの55秒という時間を攻撃に使うためには何としても攻撃権をこのキックオフで得なければいけません。10ヤード進みましたら自分たちでも確保できるキックオフ、これを生かさんとそのギリギリの距離を狙ってのオンサイドキックを敢行すると思います。それに備えて翔英も上がってまいりました。さあ、オンサイドいった、どうか。これを抑えたのは翔英ブラズ。一旦は佐藤建設がボールに触れ確保できるかと思われましたが、一瞬の隙をつきまして翔英このボールをスティールしまして、翔英がボールを確保しました。翔英の攻撃と変わります。非常にオンサイドキック、惜しいオンサイドでした。狙いはまさにデザイン通りだったと思われます。攻撃権を得まして翔英の攻撃となります。翔英ファーストダウン10。ランプレーを投入、ゲインは約6ヤードです。ボールを持った選手が中で倒れているため時計は回り続けます。佐藤建設、ここで最後のタイムアウトを使いまして時計を止めます。これで佐藤建設の時計を止める手段はなくなりました。翔英セカンドダウン4、ランプレーを投入します。翔英ファースター、
刻一刻と時計は流れてまいります。まもなく試合時間残り10秒を切ります。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、昭栄ブレザーズ16点、佐藤建設スタンディングベアーズ12点、昭栄の勝利となりました。昭栄、見事な戦いぶりでこの試合を制しまして、初戦白星を挙げる形に成功しました。見事な戦いでした。佐藤建設奮闘しまして惜しい戦いでしたが、しかし見事な戦いは今後につながる希望の戦いでもありました。ナイスファイトでした。最上様、愛家様、オンサイド、非常に惜しいシーンではありましたが、しかしその一瞬の隙を許さなかった昭栄の素晴らしい戦いとチームの戦力をここは称えたいと思います。江坂のジョッキ様、メッセージありがとうございます。非常にナイスゲームでした。配信ありがとうございましたの言葉、非常に心強く思います。できる限りこういった在外にあります多くのアメリカンフットボールを配信させていただきたいと今後も思っておりますので、何卒皆様お時間許す限りの機会ありましたらよろしくお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑むものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。また多くのチャット内のメッセージありがとうございました。本日の配信は X3、X2、West 全19チームの合同企画によって実現いたしました。数多くの方々の、そして数多くの企業様のご記者ありまして、この配信は実現しております。この企画ぜひ存続したいと思いますので、何卒ご協力をお願い申し上げます。その配信本日受けたまわりましたのは私、道楽屋リチャでした。機会許されることございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。